アポロニアの位置、アポロニアは、現在のアルバニアのフィエル県のポヤに近郊にあった古代都市であり、アウス川の右岸にあった。オデオン・アポロニアの貨幣アポロニアは、紀元前588年に、ケルキラとコリントからのギリシャ人入植者によって建設された。もともとは、イリュリアのタウランティ族が居住していた土地であった。町は、 最初に建設された時に建設者のギュラクスの名前を取り、ギュラケーアと命名されたが、後地にアポローンを称たたえてアポロニアと改名された。政治はアリストテレスが加藤政治の典型的なポリスであるとしたように、アポロニアはギリシャ人入植者を祖先に持つギリシャ系が多数のイリュリア系農土を支配していた。経済において奴隷貿易や農業のほか、 同時に100隻の船を収容できたという大きな港による収益によってアポロニアは豊かであった。また、町には造兵施設があり、アポロニア製の貨兵は距離が離れたドナウ川流域でも発見されている。アポロニアは一時エペーロス王国のピュッロス王に支配され、紀元前229年には共和制ローマ統治下に入った。それからローマに反逆を起こすことはなく、 紀元前168年にはイルリアをゲンティウスからの押収した戦利品が授与されたこともあった。紀元前148年にアポルニアはマケドニア族州の一部となり、その後エピロス族州に編入された。カエサルとポンペイウスによる内戦時にはアポルニアはカエサル側に就いた。しかし、紀元前48年には、 ブルトゥスのカエサル暗殺によって陥落することとなった。また、後の初代ローマ皇帝オクタビィアヌスは、紀元前44年にアポロニアに滞在し、アテノドロスの教育を受けたこともあった。オクタビィアヌスがカエサルの暗殺を知ったのもアポロニアの地であった。カイドアポロニアは、北のドラキウムと同じくブルンィシウムと北部ギリシアを結ぶ経路において、 イリュリア地方では重要な港であり、東のテッサロニキやトラキア地方のビュザンティウムへと伸びる、エグナティア街道の西側の起点でもあった。キケロが演説の中でアポロニアをマグナ・アーブス・イグラビスと言ったように、アポロニアはローマの統治下で繁栄した。しかし、3世紀に発生した地震でアウス側の流路が変わったことで、港には泥が堆積するようになり、内陸部は アラリア病が発生する湿地に変わり、アポルニアの衰退は始まった。アポロニアでは、早い段階で、キリスト教が広まっており、431年のエフェソス公会議や、451年のカルケドン公会議の出席者には、アポルニア主教の名も見られる。一方で内陸部の湿地は、次第に広がり、アポロニアには居住できなくなり、近くのブロラが、 アポロニアより優位に立つようになった。古代末期にはアポロニアに人は居住しなくなり、13世紀には旧市街の一部にあたる丘に建てられた修道院と聖マリア教会を残すのみとなった。ブロラが交流するにつれてアポロニアは荒廃した。18世紀になるとヨーロッパ人の古典学者に再発見されたが、考古学者らによってこの場所が調査されるようになるのは、 1916年から1918年にかけてのオーストリアによる支配の時からであった。その後、この研究は1924年から1938年にかけてフランス人研究者に受け継がれた。遺跡の一部は第二次世界大戦時に被害を受けた。戦後はアルバニア人研究者によって研究が再開されているが、今日でも 遺跡の大部分は途中に眠ったままとなっている。出土した芸術品などは修道院や首都ティラーナに保管されたが、1990年の共産主義体制の崩壊による無秩序状態の際にほとんどが紛失した。また、アポロニアの遺跡も美術品目当ての泥棒によって掘られているのが現状である。アゴノテテスの記念館セマリア教会この建物は、 アポロニアの一石の中心にある、前面にコリント式の6つの柱が並ぶ半円形の構造の建造物で主に市議会の会議場として使用された。2世紀半ばに掘られた碑文によると、アポロニアの行為にあったある役人が死亡した兵士である兄弟を追悼する目的で建立したという。また、この建物の落成式の日には、 25組の剣闘士による見せ物が上演されたという。建物の西側にはアルテミスの小さな神殿があり、東側には外線門とその下を通る街道が見られる。アゴノテテスの記念館の向かい側に200人が収容できた衝撃場であるオデオンがある。このオデオンには舞台や貴品席や観客席があった。古代にはここで音楽劇やリサイタル、 演説や哲学の議論などがされていた。街の中心から数メートル離れた場所には3世紀に建てられた高級住宅街の遺跡が広がっている。ここに描かれたモザイク画には様々な種類があり、幾何学的な模様を組み合わせたものや、ネーレイスやエロースなどのギリシャ神話の人物が描かれていることもある。他にもアキレウスが負傷したアマゾーンの女王、ペンテシレアを抱えている。 モザイク画もある。フォンタナとは複雑な構造物という意味であり、地中からの湧き水や四つの水道からの水を集めている。アポロニア博物館には七つの展示場と一つのギャラリー、二つのホールがある。ここではアポロニアの歴史を検証する様々な物品が展示されている。セマリア教会は博物館と食堂の間にある。 14世紀に建立されたビザンツ様式の教会であり、内部に描かれた壁画は、今では断片のみが残されている。しかしこの壁画は、教会の建立者が、東ローマ帝国皇帝アンドロニコスにせい、パレオロゴスであったことを示している。また食堂はこの教会と同時期に建設されたものである。ありがとうございます。